はい、どうも、鳥さんです。本日はですね、喋ります。はい、ということでねもう本当にこれいつ流す、すぐ流すんでしょうね。もう花粉症がひどくてですね、今年はやばいっすね。私そんなにね、例年ね、鼻には来ないんですよ。だいたい目来て、喉荒れて、で肌が荒れるみたいなね感じなんですけど、今年はね、まあ、目もきつかったんですけど、鼻がね、今もこんな感じですけど、鼻がやばいっすね。で昨日から特にひどくなったんですよ。いやー、これ仕事なるかなってぐらい、めっちゃ鼻声じゃないですか。まあ、わざと鼻声にしてますけど、いやでも本当にね、ちょっとお酒飲んでも治らないんだよな。ダメだな、足りねえな。どうしましょうね。今日は撮影薬もね。そうなんです。今日はちょっと撮影でお酒を飲まなきゃいけなかったんで、薬を抜いてきたんですよ。そう、他の日は飲んでるんですよ、ちゃんと。今日はちょっと薬を抜いてきて、でも昨日がこの撮影日の、ね、前日が今年一番の症状が出たんですよ。もう本当にね、目は開かないし、鼻は死んでるし、くしゃみは止まんないし、喉は痛いしみたいな感じで、もうずっと眠くて、目を閉じたら多分3秒で寝れるぐらいの感じだったんですけど、で昨日、そんな感じで過ごして、やばいなと思ってて、で、もう寝る時もマスクしてそのスースーするやつ、鼻とか目の下に塗ったりして、なんかね、寝て起きたら、あれ今日結構昨日より大丈夫じゃないかな。お、これは、長年花粉症なんで、体が馴染んだなと。だいたい最初の出始めの症状の出始めの時は一番きついんで、お、これは超えただろうと思って、で今日撮影に来てですね、最初はきついけど、なんとか、今日ちょっと風も強かったりしてっていう感じで始めたんですけど、だんだんきつくてですね、もう鼻が今ね、完全に死にましたね。これは一昔前ですね、もう、15年ぐらい前かなわざと鼻にかけるみたいなね主人公やるんだったらやっぱ鼻にかけなきゃみたいなのが、同業者の間で、ふざけてですよ、遊びでですよ、やって、俺はとかってやってたんですけど、今普通にそういう状態です。なのでもうね、このキャリアになってくると主人公ボイスとかオーディションで受けることもほぼないわけですよ。よっぽど大人とかの役じゃなければ、今なら天然でいけんじゃねえかなと。お芝居は上手なはずだから今ならいけんじゃねえかな、あの当時の流行りがまた戻ってくれば。ただ決まりましたってなってもね、じゃあ何ヶ月後から収録が始まりますってなったら、もう違うんですよ、鼻声じゃなくなってるんですよね。ということでね、クソの役にも立たないですねもうね、こんな動画を上げる気は全くなかったんですけど、あまりにもしんどくてですね、言わずにはいられない。鳥さん、こんなに花粉症で苦しんでるのはないですね、今までね。もともと症状結構きついんですけど、鼻がこんなに死んだのはね、本当に初めて花粉症になった22、3頃以来じゃないですかね。そう、目がきつかったとか、声が全然出なくなったとか、肌荒れがひどかったっていうことはあったんですけど、鼻がここまでってのはね、なかったんですよ。そう、なのでなんか悔しいから動画にしてみました。皆さんはどう対処されてますか？もちろんね、病院のお薬飲むのが一番いいんですけど、今日はね、ちょっとやんごとなき
秋事情で薬を飲めなかったんで、まあ、こんな感じでお聞き苦しいと思いますけども、私の思いの丈をです、思いの丈をですね、はい、一本の動画にさせていただきました。バイバイ。